はいどうも TS です。今回はプレイステーションポータブル、ディシディア・デュオシムファイナルファンタジーをプレイしてみたいと思います。なんで今更ですね、プレイステーションポータブルの作品をプレイするかというと、今度ですね、ゲーセンでディシディア FF の最新作が、稼働するということでね、それ影響を受けて、プレイしてみようかなと思います。で、これプロローグってついてるんですけど、これはですね、体験版的な作品になってまして、ただ体験版的な作品なんですけど、有料です。ただ、この体験版限定の物語が展開されるのと、これプレイする、プレイすると、一部のデータを製品版に引き継げるという作品になってます。はい。で、今ロードゲームにカーソル合ってるんですけど、これ一度ですね、プレイしてみたんですけど、操作とか全く覚えてなくてですね、敵にボコられるわ、いいとこなしだわ、説明はカミカミだわ、出てですね、ちょっと録画し直しております。はい。プレイヤーネームとかですね、は TS アットマーク置いてません。まあ、プレイしながらですね、いろいろ説明していけたらなと思います。はい。こんな感じでストーリーモード、アーケードモード、ミッション、オプションとあります。で、ストーリーモードをプレイしてみたいと思います。はい。この体験版も本当にね、2戦目ぐらいでやめちゃったんで、神々の戦いが繰り広げられている世界、調和と混沌、それぞれを使う。もうスキップしちゃいます。はい。もう聞いてたんですけどね、製品版というか物語が気になる方はですね、ぜひ、買ってみてください。相手方にいる鎧の人は、FF1 のガーランドっていう敵ですね。で、その後ろにいるのが FF2 の皇帝っていう敵です。はい。こちら側は、手前にいる女性キャラが FF13 のライトニングで、隣が FF1 の主人公、光の戦士ですね。はい。まあ、大雑把にこの話を言うとですね、コスモスっていう神とカオスっていう神が戦っていて、で、軍勢として、まあ、FF シリーズの各ナンバリングのキャラクターたちを召喚して戦わせているというものがありますね。で、このように、装備品という概念があります。はい。で、こう 3D フィールドを移動しまくると、あいたいたいたつ、あいや、あいたーい、いきなりかーい。で、バツボタンでジャンプ。はい。で、 R ボタンとバツボタンで、ステップで回避ですね。いろいろ動き回ります。はい。こんな感じでこういうね、空中戦も繰り広げられます。いったい、あいてーよ、あいて、いきなりちょっと強すぎませんこれ。で、丸ボタンでブレイブ攻撃っていう攻撃が出ます。ブレイブ攻撃っていうのはですね、結構当てやすい攻撃になるんですけど、キャラクターのですね、横にデカデカと表示されている数字、これ HP ではなくて、攻撃力ですね。ブレイブって呼ばれてますけど、攻撃力です。で、ブレイブ攻撃っていうのを当てると、その相手からこのブレイブっていう数値を奪えます。で、まあ、相手の攻撃力を下げてこっちの攻撃力を上げるものですね。で、ゲージが表示されてると思うんですけど、キャラクターの横にですね、その下に小さく表示されてるのが HP になってます。はい。で、HP をゼロにすれば勝ちなんですけど、そのあんま普通に HP を攻撃、HP 攻撃というのが四角で出せるんですけど、それを当てれば HP 減るんですけど、どのぐらい HP が減るのかって言ったら、ブレイブ、この攻撃力の値の分減るんですね。なんで、ブレイブ攻撃を当てまくって攻撃力を高めた後に HP 攻撃をうまく当てて HP を減らしていくというゲームですね。はい。で、R ボタン単品で押すと、ガードになります。ガードというか、まあ、長い時間ガードできるわけではないので、弾きみたいな感じですね。で、このように、
壁走りもできるんで、壁走りはですね、矢印が表示されているときに、三角ボタンで、L ボタンはですね、ターゲット、基本的に敵をターゲットするかターゲットしないかの感じになるんですけど、今ですね、EX コアっていうあのクリスタルみたいなのが表示されるんですけど、それが表示しているときは、ターゲット切り替えで、クリスタルにターゲットをかけておきます。で、R ボタンと三角で、長くですね、空中を滑るように移動するダッシュっていうのが行われます。それでクリスタルや、相手に、素早く近づくことができます。はい、で、まあ普通に動いてますけど、このライトニングっていうキャラはですね、ちょっと俺もよく分かってないんですけど、いろいろ動かしてみて、FF13 ロールシステムっていうのがあって、いろいろモードがあったんですけど、それに沿うような形で、このキャラもですね、アタッカー、ブラスター、ヒーラーっていうモードみたいなのを切り替えて戦うことができる感じですね。で、まあパーって動かしてみた感じではですね、アタッカーが近距離に強くて、ブラスターが中距離で、相手が遠く、まあ大体遠距離に戦えるキャラってほとんどいないんですけど、でヒーラーがですね、そのブレイブと呼ばれる数値をボン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 増やせる、 HP は回復できないですね。で、 HP 回復どうするんだと、 HP 回復はですね、キャラクターの隣に表示されている縦長のゲージ、これを貯めるとですね、一定時間強化できるモードになるんですけど、その最中に、ずっと HP が徐々に回復していく感じになりますね。で、さらにですね、その EX バーストと呼ばれる超必殺技なんですけど、そのゲージがキャラクターの横に表示されている縦長のゲージが満タンの時に、EX なんとか忘れちゃった、超必殺技を発動できる、まあ、HP が回復するっていう強力なモードの発動してる時に HP 攻撃を当てるとですね、超必殺技に移行できると、うまくお見せできればいいんですけどね。あ、痛い、受けるじゃないってね。で、 HP 攻撃を当てるとブレイブと呼ばれる値がですね、しばらく低くなってブレイク状態と呼ばれるものになります。この状態の時はですね、どんなに頑張っても相手の HP を減らすことができないんですね。はい、その状態が解除された時に HP を減らせるようになると。はい、なんで基本的に HP 攻撃をガン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 当てて一瞬で終わらせるっていうことはできないですね。なんで基本的には HP 攻撃が当てたら距離を空けてですね、体勢を立て直すのがいいんですけど、それを逆手にとってですね、相手が追ってくるのを見越して迎撃っていう読み合いもあります。まあなんかちょっとした説明だけで終わっちゃいましたね。まあ要するに広いフィールドド派手に動き回ってド派手な技ぶっ放して相手に当てりゃ勝てると。適当ですね。はい、まあね、一作目からの変更点がちょっとまだ分かってないんで、その辺がどうなのか。ケッカーってキャラがですね、かなりトリッキーなんですね。慣れないとすごい戦いづらいキャラです。この遠距離にいてもですね、あいた、危ない、このように追撃っていうのがあるんですけど、おりゃ、はい、この追撃っていうシステムはですね、ちょっと使いづらいですね。相手をですね、吹き飛ばすような攻撃を当てた後にバツボタンでですね、追撃ができます。その後に丸ボタンと四角ボタンで2択、速い攻撃と遅い攻撃で2択ができます。
成功すればバン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 相手をですね画面端の方に追い詰めることができるんですけど、さらにあの丸ボタンは速い攻撃、四角ボタンは遅い攻撃で、タイミングと同時にあと丸ボタンはブレイブ攻撃、四角ボタンは HP 攻撃になる。ただこの2択外すと相手のターンになってしまうので正直ちょっと使いづらいです。どんな時に使うかといったら相手を端の端の方に追い詰めたいです。ああアシストなんだなんだ、おいおいおい、なんかすごいことになった。はい、これ結構使いやすいですね。アタッカーの空中前ブレイブですね。おはぁ入った入った、で はい、でブレイブの値ゼロにするとブレイキング状態になって大きくこっちの攻撃力を上げられるけど、でこれではいDX バース、あいけー、避けられない、はい、オッケー。じゃあこのようにキャラクターごとに演出とかやることが違うんですけどね、このチョイス。はうまく決まった。いやー結構心臓に悪かったよ。はい、当てやすいブレイブ攻撃でですね、攻撃力を上げてちょっと当て方にコツがいる HP 攻撃で HP を削っていくと、で HP 攻撃を当てると少しの間ピンチな状態になるんで基本的な体勢を立て直した方がいい。なんでまあ一方的な試合にちょっとなりづらいゲームですね。まあ一瞬で終わらないというか、やるしかなければやるだけだ。ただ敵によって動きが全然違うんでね、特に敵型、ただ敵の動きを覚えてないと結構きつい場面ですね。うわーやーいはいはい、あれですね例ので、セフィロスってキャラはですね中距離で強いですね。なんかでライトニングってキャラは多分いろいろなモードを使い分けられるっていうところから相手の苦手な距離を維持して戦えみたいなキャラだと思うんですね。はい、技自体はそこそこ使いやすいんですけどコンセプトは多分結構難しいキャラじゃないかな。はい、ウォーターで鼻をついて、危ない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 、結構ね上下の、あー痛い、 HP 攻撃では遅いんですけど出てしまうとですねブレイブ攻撃と勝ち合ってもそのまま割れるのと、 HP 攻撃はですねガードができないっていう特徴なんですね。なんで回避するか、出る前に潰すしかない。危ない、なるほど、痛い、危ない危ない危ない、おはは、木がもうボコボコやん。はい、でなんで攻撃力は、おお痛い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 、アシストか、アシストよく使えてないですね。
で、早々のところでね HP をボン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 減らしていくのか。おっとクリスタル、まあコアだけどクリスタルを急に言いたい。ほらほらー、ケイ、結構ねヒロヒロのこう駆け巡って、ね、ド派手な技を僕はそれだけでも結構楽しい。これ体験版なんでレベルの概念ないみたいですけど、アクション苦手な人もね、戦闘スタイルをコマンド選択肢にできるのと、レベルとか装備を整えればかなり楽になると思うので、ポイっていうのはちょっと自分そんなレベル上げしたことないんでね、このゲームで、まあ、このゲームというか一作目ですね。あ、ショルちゃん、はいはい、ほら、これ使いやすいですね、空中の HP 攻撃。悪くない戦いだった。どうなんでしょうね。いやー、もうこの辺からもうほんと未知の領域なんでね、2戦目ぐらいまでしかやってないんで、セフィロスと。なるほどですね。なんだこのハリボテ感の、あ、違う、ちゃんと空っぽいですね。おお、 FF7 の主人公はなぜか敵側に、お、隣には FF4 の敵が。どうなってるんですかね。メンツが最初の作品と違いますね。主人公側は基本的に味方側についてたと思いましたけど、冒頭のジェクトもそうですしね。クラウド、はあ、やるしかなければやるだけ。まあ確かにそうですね。仕留める、そうですかね、引く腕の上みたいな。仕留める、あ、これ結構使いやすいですね、アタックアルコの銃。仕留める、なんかバカ正直な技が多いですね、アタッカー。このブラスターがちょっと変則的で、これこのね、ウォーターを出しつつアタッカーになって攻めるみたいな感じですね。ポン、アタッカー、ブブブ、なんかもう見えないんですけど行き過ぎ。今度出るディシディアの最新作はここまで空中戦ばっかりにならないらしいですけどね。危ない危ない危ない、なんか来てる、なんか来てる、痛い、うわ痛い、危ない危ない、危ない危ない、銃で牽制、まあ足りませんね、そう簡単に。おは、やばい、あーは、取られた、おらおらおら、この銃で牽制するしかないですね。おらおら、あーは、しまった、ミスった、コマンドミスった。わお、はい、相手の側の攻撃でちょっとディレイ、ガードというか弾きみたいなもんなんでね。これ結構使いますね。はい、ウォーターを出してアタッカーになって攻め込むと。入っていい、はいはい、
メロウォーターで。ああ、はじかれた、いって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 、ウォーターがはじかれてる。なんか魔法をはじき返せるわけですね。忘れてました、絶対。はい、うん、グッドバッド。おおおおおおお、防衛システムとかですね、懐かしい。なんだなんだ、痛い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 。そんな技でしたっけ、全然覚えてない相手の動き。あれ嘘、タイミングずらしたと思ったのに痛い痛い痛い、痛くなかった。うわぁ、取りに行く、取りに行く、オッケー、ティー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 。ちょっとグリグリ減らしてから当てたいですね、チョイス。オッケー、さあ、さあ、どうするか。はい、痛い痛い痛い。うわは、やばい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 。おお、しゃ、おお。あ、なるほど。なるほどですね。2ゲージで、相手というかサポートキャラが HP 攻撃で出てくるんです。で、やばい、相手が超必殺できるモードになったらやばいですね。トラップ、OK、これ当てるしかない。はい、 OK、OK、さあ危ない、ギギギ、よっしゃー、必殺、ほいほいほい、 OK、 さあどのぐらい来るか。うわ、しょぼい、ダメージしょぼ。これ当てるタイミング確実に間違えましたね、これね。はい、やばいですね、当てるタイミング。さあどうなる、さあどうなる、 OK、 ナイスイッチ。もう銃でね、牽制して突っ込むスタイルでしょ。はい、ほら、さあ OK、あー、弾く返された。あー、なんかグリーブはね、ヒーラー全然使ってなかったね。あー、取られた。おお、いて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 、はい、いて、おお、はっ、おわ、なるほど、刺激、なるほど、なるほど、サポートキャラはね、なるほど、コンボに使えるんだよね、なるほど。ほい、こんな感じで。あー、でもなんか繋がってたのかな、よくわからないか。なるほどですね。どうやらブレイブ攻撃をしてるとゲージが溜まるっぽいんで。なるほど。うわ、うわ、いけ、おお、すげえ、なんかかっこいい。あっ、ああ、行くぜ。行け。で、で、で、ここ。で、弾かれてた。これ結構長期戦になりますよ、これ。やばいやばいやばい。行くよ。同じ動きなばっかりですいませんね。ただ下手な動きができないというね、多分技もあんまり今ないんでね、しょうがないですけど。
あ、痛い痛い。おお。よっしゃ、次次次。うるさあ、行くぜ。危ない。ほら、銃強いですね、やっぱ。バカ正直な技が多いだけで逆に当てやすいですね。あら、オッケー、おー、よし、いいですね、いいですね。それっぽくなってますよね、なんか多分リオシムらしい感じの表現だったね。こういう当て方なんですよね。いいですね、なるほど、アシストの当ててる硬直中にこっちの HP も攻撃も当ててやるぞ的な。なるほどね、いいですね、いいですね。こうやって相手の隙を突くようにアシスト読んでみたいな。いいですね、なんかそれっぽい感じになってませんか。あ、痛い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 。悪く思う、悪く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 、危ない危ない、おい危ない、さあさあ、おう、なるほど、誘導だね。倒れてアタッカーにして、ほら、危ない、ほら、ほら、お前の負けだ。さあ、これで当てれば勝ち、危ない、あ、痛い、入って、やっぱ勝ち合うと負けますね。ブレイブ攻撃は HP 攻撃と勝ち合うと負ける。ただブレイブ攻撃はの方が出が早くて、HP 攻撃の方が基本的には遅いですね。読み合いですね。はい、うわ、うわ、痛い痛い痛い、うわい。なるほどなるほど。守備的な感じで。なるほどね。痛い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 。痛い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 。うわ、いや悪く思うって、いや悪く思うよ、え、やばい、ダメだった、痛い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 、ほら、ほら、やばいやばいやばい、かなりの危ない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 、いって、すげえ、よけづら、いいいい、危ない、あら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 、あら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 、いったいったいった、あー、いけなかった、追撃はちょっと無理でした、あはは、これはまずい、ワンチャン逆転ありますよ、おら、ダメだった、当てれば勝ち、当てれば勝ち、おら、いけ、ダメか、ワンチャン勝てる、オッケー、だ、あれ、ギリギリ、ダメか、ギリギリやばい、オッケー、でも当てれば勝ち、当てれば勝ち、危ない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 、なるほど、メテオレインはちょっと出が遅いよね。やばい、危ない、あいた、あいた、やばいやばい、これやばい、これこれ危ないぞ、わあ、当たらないか、当たらない、ほら、あとは HP 攻撃やってれば勝ち、アタッカーになって、どこを見て、ほら、ダメか、どこを見て、いやー、ふー、やっと勝てましたね。
なりグダグダになりました。悪くない戦いだった。なるほど、ちょっと EX アシストの使い方が、分かってきましたね。追撃と守りに使うみたいな。なんかいろいろありそうですね。いや激戦でしたね、本当に。君のおかげで助かった、礼を言う。別に私がいなくてもお前なら一人で勝てただろう。戦いに余裕ができたのは背中を預けられたからこそだ。だがこの先も必ず共に戦えるとは限らない。君も油断することなく戦ってほしい。我々一人一人が強い意志を持ち戦い抜くことが勝利につながる。それを忘れてはならない。まだ少し敵の気配があるようだな。私は近くを見回りに行く。君はここでカインたちを待て。何を勝手に。またすぐに戦うことになるかもしれない。少し体を休めておくといい。いやさすが FF1 のね、主人公元祖だけあってリーダーっぽい感じになってますね。気使ってるんだか仕切ってるんだか、なんつうかあれは性格なんだな。ジェクト、カイン、無事だったか。何か掴めたか。相変わらず正義面が鼻につく。ただああいうことを言うだけの実力もある。多少は認めたというところか。まあカインはね、 FF4 の仲間のキャラクター、少なくとも気が合うとは思えない、まあ、あるキャラですけどね。でも奴やお前たちの力を知ることができた。一応お前の提案にも感謝しておく。俺が知りたかっただけだ。お前たちの腕がどれほどなのかな。で、お前の方はまさか今さらがっかりしてねえよな。していたら俺はここにいないさ。へへ。ここ？世界を縛っていたリンネは少しずつほころび始め、物語は終焉に向けてかすかに形を変えつつある。もうこの声も聞けないんですね。神を滑る者の意志を超え世界に紡がれ始めた遺跡が今始まろうとしている。いやあれ？また？え、これループ？永遠ループですか？ん？カスタマイズとかいうのがありますね。あれ？カスタマイズできるのか？アビリティ。ほうほうほう。なるほど。ほう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 。こんな感じでね、セッティングができます、このゲーム。まあ、でもやっぱ覚えてないみたいですね、出し方を変えるだけみたいですね、体験版は。はいはい。製品版ここにですね、覚えてるスキルをいろいろ配置して自分なりのスキル構成にすることができます、ね、はい。でアイテムはまあアイテムで、アクセサリーっていうのはまあ攻撃力アップとかなんかいろいろあります。あと体験版にはないんですけど、ショップっていうのでアイテムの、売買ができますね。で召喚獣っていうのもありまして、なんか条件を満たすと召喚獣出てきて、主に攻撃力とかに影響するものになりますね。はいはい、こんな感じで、プレイしてみました。ちょっと説明とかにね、気を取られて、満足なプレイを見せられませんでしたけども、結構 3D フィールドの広いフィールドを自由に
自由にですね動き回ってド派手な技をぶっ放せるっていうんで、ね、結構楽しいんで、まあ未プレイの方はぜひプレイしてみてはいかがでしょう。 PSP とですね、ダウンロード版になりますけどビーターでもプレイできるので、最新作の前に、プレイしてみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。ではでは。